題はピアラブです。エクシアから、若狭ま弁護士、小池由里子さん、松浦大輔さん、衝動院さんについてお伝えしていきたいと思います。 エクシアの顧問弁護士が小池由里子さんの側近の若狭勝弁護士でした。小池由里子さんの後ろ盾が松浦大輔さん、衝動員さんになります。 小池由里子さんのお父さんを衝動員さんが支援していたそうです。また、小池由里子さんのカイロ大学の件でも衝動員さんなどが動いたそうです。小池由里子さんの お兄さんと松浦大輔さんはアフリカ開発協会の仲間になります。そして若狭勝る弁護士の教え子が維新の会の 吉村博文さんになります。維新の会の総裁が、蝶動院さんになります。ご視聴いただき、ありがとうございました。